なんと SNS に愛友のグループができてたの。愛さんのことを応援してくれる人たちの集まりなんだって。そうなんだよ、私もお姉ちゃんに教えてもらって知ったんだ。 SNS 上で結成したらしくて、口コミで広まって人数も増えてるって。うん、あんまり嬉しくて私もメンバーになっちゃった。すごい驚かれたけど、一緒に盛り上がった方が楽しいよねってなった。みんな次のイベントに来てくれるって。お姉ちゃんも行きたいって言ってくれてるから、何か面白いことしたいんだよね。サプライズを用意したいんだけど、何がいいのかな。サプライズって言ったけど、ちょっと違うかも。今の気持ちを改めて考えてみたんだけど、やっぱ一番伝えたいのは、愛友ってグループを作ってくれたみんなへの感謝なんだよね。もちろん今までの愛さんらしく楽しいのが前提だけどね。何がいいかな。私を応援してくれるみんなにもっとありがとうって伝えられるようなこと。まあそうなるかな。なるよね。え、私歌詞なんて書いたことないよ。いいアイデアだとは思うけど、愛さんにできるかな。うん、考えても仕方ない、やるけど、君がちゃんと愛さんのこと応援してよね。そしたら頑張れる。